I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今年元日に発生した能登半島地震から今週月曜日で3週間が経ちました。今週はこの能登半島地震についてお送りしています。今日は被災地で支援をしている方にお話を伺います。一般社団法人ピースボート災害支援センターのスタッフ、唐島ゆかりさんです。唐島さん、おはようございます。はい、おはようございます。今日は、被災地の現状についていろいろと伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まず、被災地の話を聞く前に、はい、ピースボート災害支援センターは普段どういった活動をされているんでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。私たちはですね、災害支援を専門とした NPO 団体でして、国内外問わず、被災地域の、緊急支援であったりとか、まあ、復旧復興のところまで、地域の方々とですね、一緒に活動をしてきている団体になります。まあ、これまで70の地域、それから、海外だと26カ国で、活動を行ってきまして、はい、地域の地元の方々だったり、社協さん、行政の方ともご一緒しながらなんですけれども、企業さんであったりとか、あと個人のボランティアの方々ともですね、これまでに10万人以上の方と一緒に活動してきております。災害時に経験させていただいたことであったりとか、そこで、培ったノウハウ等を平時はですね、研修授業として、防災減災の教育のプログラムとして、全国に普及活動であったりとか、研修講演という形で皆さんと共有させていただきながら行っております。なるほど。では、はい、今回1月1日に能登半島地震が発生しましたけれども、はい、やはり現地にはもうすぐさま向かったんでしょうか。2日からすぐの方で活動を開始しています。でその後輪島市の方でも交通の部分で、道路が徐々に開通していく中で、避難所等のですね、環境だったりとか、まあ、被災者の方々の、状況が厳しい状況にあるというところで、支援に入れないかというようなお声をいただきまして、はい、今は珠洲市と輪島市の方と両方で、活動をしています。行き来しながら支援活動に当たってるんですね。そうですね。スタッフは固定で、珠洲は珠洲、輪島は輪島という形で、それぞれ常駐しながら活動に、はい、入らさせていただいております。唐島さんは輪島市の方にいらっしゃるんですね。はい、私は輪島市の方に5日から支援に入らせていただいて、今、はい、現地の方にずっと滞在している形になります。今回能登の方に向かう道路があちこちでこう亀裂が入ったり、はい、崩落してしまったりといった被害が目立っているんですが、はい、やはりその珠洲市や輪島市に行く道中っていうのも移動も大変でしたか。いや、そうですね。本当に危険箇所が多くて、雪道が慣れてない方であったりとか、まあ、やっぱ災害といってもマンホールとかも、はい、1メーター以上飛び出てますし、はあ、道路の隆起だったり波打ちとか、あと亀裂が入ってしまっているので、まあ、そこにはまってしまうと、パンクしてしまったりとか、まあ、そういったこともあるので復旧はされてきてはいるんですけれども、とはいってもまだまだ危険な状況というのは変わらないですね。はい、だから被災地での運転とかに慣れていないと、すごく、まあ、不安になると思います。で道路復旧もしている最中なので、予定通りナビとかでも行きつかずに迂回をかなりしていく状況になりますので、はあ、日々日々通れる道が変わっていくような、はい、はあ、まあ、最初に入ってからもうすでに2週間ほど、まあ、輪島での生活っていうのも経ってると思うんですが、はい、そういったこう道路状況などっていうのは、はい、やはり
変化していってますか？先週も先々週もで今もまさに雪が降ってるんですけれども、やっぱり週末にかけて雪予報が多くなってきていて、でこれから大寒波という形です、はい、一番雪が多い時期に入っていきますので、雪が降り積もってしまうとその道路の亀裂とかも隆起も見えなくなってしまうんですよね。あ、そうですね。なのでどこに危険な箇所があったかっていうのも本当に注意しながら行かないと、はい。そういうのはどこで、亀裂が入ってる、はいはい、崩落してるとかっていう情報っていうのは皆さんで共有してこう地図などにこうチェックしてるんでしょうか？あ、そうですね、自衛隊さんの方が中心にはチェックしてくださっていたりして、で、まあ、危険箇所とか、あと通行止め、道路の崩壊であったりとか、あと電信柱が倒れてしまっていて、そこから先はちょっと車では行けないとかですね、まあ、そういった箇所もありますので、まあ、通行止め箇所を示してくださったり、はい、ただ、まあ、日々やっぱり変わりますので、職員同士とか連携している団体さん同士で、ここは通れるようになったとか、こっちは今まだ危険だよとかっていうような情報連携をしながら、はい、確認していっている状況です。まあ、ただでさえ道路が寸断されて復旧作業にも遅れが生じているような状況ですが、そこに雪国ならではといいますか、この1月に発生したということもあって、雪っていうのがまたさらに復旧のこう足かせになっているわけですね。そうですね。唐島さんは、まあ、数々のその災害現場で支援活動も行ってきたと思いますが、そんな唐島さんから見て、初めてその今回の能登半島地震の被災地に入った時っていうのはどういう印象でしたか？まだ安否確認であったりとか行方不明の方の捜索も続いてはいますけれども、早く見つかってほしいという思いと、それから助かった方々、避難できた方々、はい、のですね、避難状況の環境というのがその劣悪な状況だったりとか、あと過密状態がすごく続いていたので、まあ、一番初めの印象は助かったにもかかわらず災害関連死という形で、その後健康の被害の悪化であったりとか、まあ、暖が取れないとか、はい、そういったいろんな要因で助かったにもかかわらずまた命をこう落とされてしまう方がかなり増えてしまうんではないかっていう、そういった危惧が入った時には感じましたね。やはりこの地震による被害そのもので命を落としてしまう方もたくさん今回の地震ではありましたけれども、やはりその地震では助かったにもかかわらずその後、まあ、持病が悪化したりとか、その避難の場所の環境などの、まあ、影響によって亡くなってしまうという災害関連死をいかに防ぐかっていうのがすごく今重要ですよね。はい、やはりでも地元の方も二次避難って言っても地元を離れたくないっていうやっぱり思いが強い方も多いんですかね。そうですね、どうしてもやっぱりね、昔から生まれ育ってきた場所からは離れずに、まあ、和島でも鈴でもここにいたいっていう方はいらっしゃいますし、あとはお子さん抱えている世帯等はですね、やっぱり友達と学校生活を離れ離れにさせるのか、今まで通ってたところに通えるようになるのか、はい、そうですね、で広域避難となるとまた新しい環境で生活をしていくってことになるので、まあ、その子どもの教育状況っていうものですごく悩まれているお父さんお母さんもいらっしゃいますし、あとは高齢の方々もですね、やっぱり地元でいるのが安心だっていう方もいらっしゃったり、ペットと一緒に避難されている方とかは預ける場所がなかったりですね、広域避難したくてもなかなか場所が見つからないっていうような悩みもあったりとかで、はい、いろいろな方の、はい、思いがありますね。やはりその被災された方って言っても人それぞれに事情が違うわけですよね。そうですね、それに応えて支援していくっていうのもやはり難しいですね。そうですね、今断水状態がまだまだ続いていて、復旧するのも時間がかかるというのは、まあ、見込み上見えてはきているんですけれども、まあ、そうは言ってもやっぱり仕事をですね、一つにしても離れるっていうことはゼロからスタートになるので、じゃあ生活はってなるとそんな簡単には判断がつかないっていうところは十分にあると思います。
ということで、ここまで唐島さんにお話を伺いましたが、明日はですね、その実際に今どういう支援活動を行っているのかなどについて お届けしたいと思います。今日は一般社団法人ピースボート災害支援センターのスタッフ唐島ゆかりさんにお話を伺いました。ねえねえ、太宰って知ってる？太宰？あ、太宰治のこと？その太宰じゃなくて。わかった、じゃあ太宰府天満宮のこと？その太宰でもなくて。それ以外に太宰なんて聞いたことないし。もう福岡吉本芸人で一番の注目株の太宰だよ。ビジも最高、ネタも面白い。気になる。太宰の危ないトナイト、聞かないと。そう、ご飯お